次はコードフォルディングですね。えっ、ー、と、いわゆる折りたたみです。こちら見ていきますと、こういう三角矢印が出てきてるんですけれども、これクリックするとですね、こう閉じることができるんですね。まあ、なので、あの、非常にこう大きなファイルとかを見るときに、えー、ちょっとですね、ここも余計なので見たくないなということであれば折りたためるよということです。キーボードショートカットはコントロールシフトとブラケット開くボタンですね。 えー、そして、コントロールシフトブラケット、えー、閉じるボタン。これで開くことができます。ここにあるこちらのボタンですね。はい、こちらのキーでできます。で、全部閉じる場合には、コントロール K を押してからコントロール0。これで全部閉じます。コントロール K を押してからコントロール J。これで全部開くということですね。コントロール K を押してからコントロール J です。はい。この、コントロール K っていうのが、 2段階ショートカットと言いまして、こちらを押すとですね、コントロール K が押されました。2番目のキーを待っていますってあって、コンビネーションなんですね。コントロール K を押してからコントロール何かを押すと、えー、発動するみたいなショートカットがいくつかあります。まあ、それもですね、あの、使えれば使うという感じでいいかなと思うんですけれども、こちらのコンビネーションですね。えー、覚えておくといいかもしれません。はい、もうちょっとですね。 続いてがですね、Errors and Warnings ですね。これですね、ちょっとここのプレグラウンドの状態ではうまく出ないので、これをですね、このままコピペしまして、ですね。で、えっと、言語モードを切り替えます。Ctrl Shift P ですね。で、コマンドパレット起動しまして、モードと打って、言語モード変更してで、タイプスクリプトを選びましょう。エンターします。 はい。も、ま、う、あ、ちょっと難しい方はここでですね、タイプスクリプト選んでいただいても結構です。で、そうするとですね、ここに赤い線が出てきますね。で、これが今、エラーとかワーニングを、えー、表してくれているものということです。ここにカーソルを合わせてあげて、F8 キーを押してあげると、このようにヘルプが出てくるんですね。で、えー、ログっていうのが、えー、コンソールにありませんよと言われています。これ実はコンソールっていうのが、えー、大文字になっちゃってるんですよね。これ小文字にしてあげると、このように直ります。 で、続いてが、アットですね。こちらも、えっ、ー、と、F8 を押すと、アットという名前が見つかりません。アットですかって出てますよね。で、アットっていうのはここに宣言されているので、まあ、アットですね。ということで、こちらも打ち直してあげると、これで波線が消えるという形ですね。まあ、こんな感じでですね、そのエラーとかワーニングっていうのをエディター上であらかじめ教えてくれるので、実行する前にですね、その間違いとかに気づくことができるということです。 さあもうちょっとですね、次がスニペットです。トライと打ち込みますと、これ2番目のところにトライキャッチっていうのがあるんですけれども、これがですね、スニペットのアイコンなんですが、これを選んでタブキーを押します。で、そうすると、まあこういった形でトライキャッチエラーっていう、このですね、一連のえ記述を一気に流し込んでくれるというものですね。まあ、これがその、いろいろなプログラム構造にスニペットというのが、このようにですね、用意されているので、If 構文もこれをタブキーを押すと IfElse というのが 差し込まれるよということですね。プログラムを全部手で書かなくても OK ということです。テイメットについては毎日のあのご紹介しました HTML を書くときにですね、こういうショートカットみたいな書き方をすると、この状態でタブキーを押すと、これでですね、あの展開することができるんですね。これもちょっとやってみましょう。新しいファイルに貼り付けて、言語モードを HTML に切り替えますね。で、この状態でこれを8 タブキーを押してあげると、まあ、こういった形で、えー、HTML に展開されるということですね。これも実はどういう意味かっていうと、UL タグを書いて、その下に LI タグを書きますと、で、それのクラス名として、アイテムっていうのが入ってきて、ドルっていうところに数字を入れてくださいねと。で、かける5として5回繰り返してくださいという意味ですね。で、それによって、アイテム12345っていう5つの LI を伴った UL タグを作ってくれるというのが、ま、イメットの書き方になります。 はい。エメットについてはまた別の機会にやっていきます。さあ最後です。JavaScript タイプチェッキングですね。えー、JavaScript はですね、例えば今こちらですね、true って入ってるこれ、ブーリア i a n 型っていうですね、true、えー、とか false が入るものとして変数を準備されているんですけれども、次の行で数字を入れちゃっています。で、これ、数字を入れるのは OK ではあるんですけれども、やっぱり危険なんですね、プログラムとしては。なので、 えなのでですね、こちら今タイプスクリプトの、えー、ソースにですね、こちら貼り付けてみたんですけど、イージのところに入ってますよね。で、型を、えー、この42っていう数字を、えー、この true ですね、えー、ブリアン型に入れちゃっているんですけれども、大丈夫ですかというのを警告してくれるということになります。 はい。まあ、この辺は今度タイプスクリプトについて学習しないとちょっと便利さが分かんないかもしれないので、まあ、この辺もですね、またタイプスクリプトを別の機会にやっていこうかなと思います。ということで、こちらでサンクスということですね。さあ、この対話型プレイグラウンド、ちょっと英語なので残念なんですけれども、あの、それぞれですね、ビジュアルスタジオコードの機能を、あの、 え、理解するのにはですね、非常にいいかなと思いますので、あの、ぜひこちらも、えー、活用してみていただくといいかなと思います。ということで、またですね、続きやっていこうと思いますので、続きが気になる方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。本日もご視聴ありがとうございました。